くりした。あんなこと聞かれるなんて思わなかった。えへへ。でも質問に答えてる時のメナちゃん、すっごーく嬉しそうだったよ。エムちゃんたちのことを思い出してたの？そんな顔してないけど、でもそんなところかな。あんな答えでよかったのかわからないけど、少しは日の森さんの助けになれたのかな。草薙さん、星野さん、どうしたの？あの、私バンドで歌を歌ってるんです。でも思ったようにうまくならなくて、志保の、みんなのためにもっとうまくならなきゃいけないのに。あ、私草薙さんの歌を聞いて感動したんです。草薙さんみたいに歌えるようになりたくて。私みたいに？はい。だからもしよければ私に歌を教えてくれませんか？学校もあるし、ショーの練習もあると思うので、その全然空いた時間で、時々でいいですから。ああ、私の歌が誰かの心に届いてる。日の森さんにも星野さんにも嬉しいけど、歌を教えるなんて。ねねちゃん、頑張って。私でよければ。ありがとうございます。あと別に止め口でいいよ。多分同い年くらいだと思うし。あ、そうだね。遅いよ。忘れ物見つかった？うん、ちゃんと見つけてきたよ。よかった。じゃあお土産買いに行こう。うん。歌を教えてほしいか。私にできるかな？大丈夫だよ。リンもいっぱいお手伝いするから。うん、ありがとう。なんだかねねちゃん嬉しそうだね。今日のねねは歌も一段と磨きがかかっていたからね。きっと時間をかけて何度も練習していたんだろう。俺より目立っていたのは許せんが、サキたちも喜んでいたし、まあよしとするか。ちょ、何みんなで見てんの？見とらんぞ。ネネが一人でニヤニヤしている姿なんぞ。見てるじゃん。っていうか一人じゃないし、リンもいるから。みんなお疲れ様。リンちゃんだ。今日のショー見てくれた？うん、みんなすっごーくキラキラしてたよ。ふふん、一番輝いていたのはこの俺だがな。はいはい。楽しかった。うん、
ごくいいショーも見れたしね。さきちゃん、誘ってくれてありがとう。お礼なんていいよ。私はみんなと一緒に遊びたかっただけだから。その代わり、明日からまた練習だね。うん、この前できなかったパートもうまくいけるように頑張るよ。でも、その前に、はい、これ。何？限定フェニペン君のキーホルダー。みんなの分、買っておいたんだ。わ、いつの間に買ってたの？えへへ、帰る前にこっそり。ほら、Mちゃんも言ってたでしょ。フェニランは、いろいろ思い出を作って、笑顔になれる場所だって。だから、今日の思い出も残しておきたかったんだ。ありがとう。みんなでお揃いだね。うん、お揃いって、なんだか嬉しいよね。はい、しほちゃんも。ありがとう。カバンに入れとく。しほちゃん、何か落ちたよ。チケット？もしかしてライブの？あ、遊びのバンドとプロは違う。中途半端な気持ちで音楽をやってる子はプロでは通用しないよ。だから本気で音楽をやる覚悟を決めた子たちとじゃないとこの先の道は進めないって私は思ってる。今週末の夜ライブやるから、まだ迷ってるなら私たちの演奏を聞いて決めてほしい。なんでもない、バイト先でもらったものだから気にしないで。そっか、ライブか。私たちもいつかやりたいね。そうだね。そのためにもたくさん練習しなきゃ。頑張る。でもまたフェニランにも遊びに来ようよ。お兄ちゃんのショーもみんなで見たいな。うん、賛成。草薙さんの歌もまた聞きたいし、エムちゃんもまたフェニランを案内してくれるって言ってたしね。私はレオニードのみんなで演奏するのが好き。でもみんなはプロになろうとは思ってない。それならこれ以上付き合わせるのはみんなのためにも良くない。きっとみんなは練習するよりも4人で遊ぶ方が楽しいはずだから。だったら、でも、しほちゃん？ねえ、しほちゃん大丈夫？なんだか元気ないように見えるけど。別に、なんでもないから。そう？うん。じゃあ私はここで。うん。しほちゃん、また明日。うん、バイバイ。いえ、今日はライブを見に来たんです。はい、ありがとうございます。演奏を聞くだけ。